ダークソウル3。私は龍です。ハピアスタグです。ダークソウル3初見受教プレイの続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今回はこのオンスタイン様のね、鎧をメインとしてクルキシの体験とリカールの試験、まあどちらも強くしました。プラス4プラス9とね、こちらの武器を使っていきたいと思います。筋力を上げているのでね、こちらは、ね、あの騎士の指輪でちょっと攻撃力も強くなってるよみたいな、そんな感じです。はい、それ竜体石もつけたほうか。一応じゃあこの調子でいきたいと思います。よーし、行くぜ。じゃあ前回ね、竜狩りの鎧を倒したわけですけれども、激戦のまあ隣の両端にいたあのなんか竜みたいな蝶々か月光鳥の骨バージョンが、まああんまりね、下手くそで良かったなって感じですね。あんまり攻撃に当たらなかったので、このまま進んでしまいましょう。つかなんだこの最終面みたいな雰囲気は。大丈夫なんかこれ、言って最後のステージじゃねえのって言いながら叫びながら行きましょうか。ファイヤーボー、ファイヤーなら出せるよ。あ、なにこれ。あ、そっか、体はそうか、つけてないから俺装備してないのか。何を手の持ってく、顔だけで十分、顔だけでね、顔だけでもこんな風に楽しかったな。すげー楽しそうで、何より。これ何、あ、こういうとこ行けるんだ。こんなテンション高いのも最初だけかもしれないよって感じですね。もうどんなえげつないやつが出てくるのかっていう。塊ゲット、塊ゲット、塊ゲットしちゃったよ。おーい、オッケー、うぜえことやってねえで、さっき進めっこのやらい。何ここ、なんか怪しいけど、これ単に行き止まりかよ。マジかよ、なんもないのか。おお、マジか。1,2,3,4でジャンプしながらね。あ、おいおいおい、たったー。なんだこれ、なんか天使もどきがいるけど、あ、またかがり火、またかがり火か、嘘かがり火だったりして。かがり火に火を灯すボンファイアリードだよ。オッケー、何かがり火になるんだろう。ここは見てみましょう。大書庫、おーい、なんだ、シース様か、ハグリューシース大書庫。まあたびたび、うわ、あ、ゴッドヒルドなのこれ。あー、死んでる。ゴッドヒルドがなぜここで死んでしまったんだ。おー、なんか、不意にもサリバン先生のところで協力してもらってね。次回俺は一人で挑む。お前の手は借りないよっていう雰囲気になったキャラ。ゴッドヒルドさん。なんかゴッドヒルドの双剣というのを手に入れましたけど、彼がここで倒れてしまったゆえんを聞けるだろうか。かっこいいな、これ。使いてぇ。王の黒い手と呼ばれる狩人の双剣、城を去ったゴッドヒルドの獲物。ゴッドヒルドは下級騎士の出であり、その剣技にも騎士の片鱗が見て取れる。へぇ。これ一応使えるんだ。ちょっと、振ってみようか。あ、ドスになるよね、そりゃ。うわ。おぉ、かっけぇ、長い。ほっ、ほっ。おぉ、いいね。おぉ、おぉ、いいね、これ。かっこいい。刀みたい、なんか。おぉ、すごいよ、なんかこれ。かっこいい、ゴッドヒルドの双剣。これ、強化して使っていこう。ポン、ポン、ポン、チーン。オッケーです。いいね。まあ、ゴッドヒルド、大書庫の鍵っていうのを持ってたけど、これ何？あ、大書庫の鍵使っちゃった。オッケー、どこに通じてんの？大書庫だよね。これはあれだよね。あの論にあったあの書庫とは関係ない。なぜ？なぜ？なぜお前がいるここに？あぶね、ギリギリ当たんなかった。うわ、硬い、しかも。やばい。あ、消えやがった。なんであいついるんだ？ローガン先生の、あれか？つながり風でお前が出てくるのか？ちょっと、上空からやってくるんでしょ、あれ。待て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 。もう一個道があった。もう一個道があった。多少悪いな、あいつ。オッケー。こっちは何なんだ？あ、ショートカットか、これは。これでは繋がらないんでしょ？オッケー。うわぁ。うわぁ、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 うわ、こんなとこにまで攻撃してきやがった。ちょっと待った。あいつどこ行った？上の階だよね。ん？わぁ、なんか、やばい忍びがいる。なんか燃えてますけど、あなたの武器。ちょっと待った。うわぁ、危ねぇ。よかった、なんかノーダメージで。どこにいんだ、あいつ。あ、アイテム拾い忘れた。どっから飛んできてる？向こうか。あっちか。あそこか。まずはあいつを倒したから探索しよう。こっちにいるんだな。ん？
どうだ、キラキラトカゲも後回し。ん、倒せるかこれ。ふい、一撃でやられてくれよ、頼む。よし、オッケー。どこにいる、いるね、あそこに。これは違う敵か、誰だ。ちょっと待って、あのなんか魔法使いのあいつのせいでおいそれと巡れないよ。ああ、わざわざ回ってくの、律儀だね忍び。だから好きだよ、言って。嫌いだおめえのことなんか。よし、オッケー。で、あ、やべ、不死の遺骨使ってくるの設置した。まあいいや、なんか変なのいたよね。うわ、やばそう。ちょっと待って、魔法やってきそう、すごい。あいつどこ行っちゃった、あの結晶の頃なんでここにまた出てきたんっていう感じ。あいつはジャンプ攻撃してくださいってことなのかな。あ、すいません、届かなくて。なんかあれに似てますね、深みの聖堂に出てきた主教たちに。うわ、なんかロウ、頭ろうそくなの、こいつ。あれ、キャンドルと呼んでいきましょうか。キャンドル、ちょっと、あれ、結晶のコロウさんの攻撃が来なくなったけど、あ、火ついてる。あいつは火をやってくんじゃなくて、なんかネチョネチョしたやばいやつをやってきましたね。いててててて、魔法やってきた。やっぱふざけやがった、あの炎のやつ。でも一撃だ、この武器だったら。よしよし、いいぞ、いける。あ、こいつはちょっと硬いんだ。何この棺みたいな、え、何、賢者の食材。あ、なんで俺こんな強い攻撃やったんだ、意味わかんねえ。何これ、頭、頭をローにつける、つけてどうすんだよ。ちょっとすごいよくわからないことをしようとしている。ちょっと待った、つけた方がいいのかな。待って、説明文を読んでみよう。大食の賢者たちが掲げる食材の探検、象牙のローにまみれている。かつては、かつてそれは賢者を導く灯火であり、また彼らを律する自警の剣でもあった。故に今でも使用者の魔術を強める効果がある。え、あれ、頭に刺さってんの、 M だね。戦技は導きの灯火、食材が灯す一時的な明かりは多くの助言を見せるだろう。あ、そうで、これロー、あー、なんでそう飲んでんの、違う、ローつけてみよう。はっ、うわー、シュール。うわー、何これ、だからなんなのこれ。もう一回つけとくか、結構いい感じ。よし、オッケー。何これ、これ何、なんでこんな状態になる必要があったんだ。なんか勝手にろうそくの形してるし、剣刺さっちゃったっけ。あ、暗いんだ。どうやって火をつけんだ、これは。火をつける術がないぞ。火をつけたいね、これは。ぜひとも。あ、わかった。灯火をやるんだ、ここで。やってくれ。はっ。やっぱね。能力値が足りると明かりをつけられるのかな？この頭にも。うわ、見てみたい、その姿。でもダメだね。てか、これ結晶の頃の攻撃が全然来なくなっちゃったけど。結果的にあいつを回避できたってこと？なんかどしどし嫌な足音もするね。あー、出た。老人形です。うわ、ちょ、待って、赤目だね、レッドアイだね、レッドアイ、剣山なりみたいな。オッケー、そいや、オッケー、いいね、特待剣。ちょっとミスってるけど俺操作。うわ、何あれ、何エンチャですか、結晶エンチャが、すげえかっこいい。やばい、死ぬ、あぶね。オッケーオッケー、ローのせいでダメージが上がってんじゃねえのってあいつも言ってますね。そんなシステムはねえ。オッケー、やっべ、めっちゃ強えぞこいつ。ジャンプ攻撃、よーし、 S とかなり消費したわ。それで大かけらしか出さないっていうね、なんてこったい。どうしよう、なんかキラキラトカゲの声も聞こえるし、なんかここいけそうだし。え、なんだ、お、ここなんかあれ似てますね、シースのいたところに。え、なんかこれ怪しくないこの壁、大丈夫、何このアイテムは。結晶の精霊、おお、鈴だ、鈴ちゃんだ。あの暗い方が多分正義のルートですよね。大食の賢者たちがもてあそんだ精霊、元は天使の娘ゲルトルードのもの。出た、
結晶の力を借り、賢者たちは一定の成功を収めた。すなわちこの神秘の精輪は魔術と奇跡、どちらの魔法にも使用できる。すごいね。まあ、全般俺はちょっと使えないんだけどね、そういう系が。それが悲しきカナンみたいな。オッケー、降りよう。これ結晶の古老がいるルートじゃない？あいつに見つかったら撃ってくんじゃない？初期位置に戻ったりしてないかな？うわぁ、ごめん！なんだ、急に。なんでこんな急に状態異常マークが出てきた？いでででででで、強い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 。なしなしなし。あ、見つかってるわ、俺。どこだ？これもっと上から来てますよね。ぐるりんちょっと回っていくルートなのかな？もしかしたらさっきのルートが。ね。そうっぽいな。オッケー。じゃあ酒進もう。このまま。どんどん上を目指してるみたいなんでね。すげえな、ここ。オッケー。回復しよう。で、ここは真っ暗だけど。タイマーズとかじゃダメなのかな？確かめてみよう。オッケー。なんか変な BGM 流れてるけど。BGM っていうか音。怖い。ブン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 言ってる。アイテムいっぱいあるなぁ。結晶トカゲも超誘ってそうだし、敵もいいんじゃない？あれ、上に。またあの主教様みたいなのがいいのか。ふっ。うわぁ、なんだこれ！呪われそうになった！危ねえ！タッチ悪い。危なかった、今。なんだ、あれ。あの手は倒せないのかな？いやぁ、必要以上に近くに寄るのも良くないか。色やばい。うわ、本だ。あ、しかも倒せねえや。倒せる類のものじゃない。なにこれ。レバーがあるけど。うわー、すごいな、あの手。どっか本が開いた？うわー、まさにあれですね。あの論にあった大書庫ですね。本当に。やっべ、やっべ。色書こいつら、超ホラーだわ。ここも本いっぱい？まさか。大丈夫そう。これは大丈夫な宝箱だ。開けていこう。あ、そういえば、え？何これ？魔女の黒髪。俺、宝箱をめっちゃ見逃してるポイントがあったんですよね、あの、ロスリック城で。うちなる大力だ！すげえ。ちょっと説明文まとめて読みましょうか。そら、あれね、え、なんで気づかないのぐらいにね、見逃してるものはあったんで、後日取りに行きたいと思います。武器だ。混沌の炎を生み出したイザリスの魔女、その娘の黒髪を束ねたという無知。なんでこんなとこにそんなもんが。しなやかで長い黒髪は炎の力を宿し、戦技によりそれを解放する。炎の無知、一時的に無知全体に炎をまとう。それは魔女が飲まれたものであろう。へえ、すげえ。うちなる大力だ。オッケー。炎を内にする呪術の中で特に禁術とされるもの。一時的に攻撃力を高めればが HP が減り続けてしまう。呪術は火を恐れるけれど、力の代償に恐れを受け入れたとき、それは恐れではなくなるのだ。これね、前は、闇村に、の道中、変なタコ足のやつが守ってた、ものですけれども。いいもんが手に入りましたね、ここに来て。綺麗な黒髪を見せてあげるわ。私の黒髪。見てごらんなさい。すげえ。戦技を見せてあげるわ。うわあ、かっこいいかっこいい。すげえ。これでどう？いいね。これも強化して使っていきましょう。OK です。それでは、なお先へ進みましょう。これで明るくして。もう下は大丈夫だよね。OK。じゃあ、それじゃあ上に向かうよ。よーし。敵がそろそろいるんだよね、上。うわ。なんかいっぱい出てきそう、ここ本。はい、出てこい。いっぱい出てこい。よしよしよし、出てきた、出てきた、出てきた。OK。向こうのルートは全体的にダメみたいですね。OK！ でもなんかあんのかな？うわ、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 なんだ、なんだ。びっくりさせんな、ボーイ！キャンドルー！オッケー。キャンドリーノ。キャンドリーノはお前は倒れてーよ。オッケー。向こうのキャンドリーノを倒しに行きましょう。まあ、これ出てくんじゃん？危ねえ。キャンドリーノごめんなさい。うわ、誘ってる。めっちゃ誘ってる。僕と一緒にお茶しようよって。死ねえよ、バカ。オッケー。バイバイ。オッケー。何これ。青白いあの手。ホラーハンドズ。ホラーハンズですね。ホラーハンズって言って出てくる感じですね。オッケー。あ、なんだ結晶の頃がそろそろいるか。よし。ホラーハンズに気をつけましょう。なんだなんだ、なんでこんなホラー要素たっぷりなんここ。やば。待って。ちょ待って。トカゲー、うぅ。呪われるわ。お、ちょっと待った。インフェルの忍びもいるし、危ない。ここは。
決勝のジジイどこにいんだあいつ。いて、いて。うわわわわわ、やべ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 。いたー、見つけた、いて。くそー、上からやってくるぞ。よし、オッケー。まずはジジイからだ。よっしゃ。ふっ、いてー。ふっ、やべ、あぶね。よし、オッケー。一回攻撃すれば消える？消えちゃう？よし、まあいいや。消えてくれただけでもいいや。よーし、ちょっとエスト使いすぎ、俺もうあと一本しかないや。あぶね、くそ、めっちゃ強いこいつら。この忍びもな。おい、やられてくれ。うわ、来たね来たね。あ、あいつがやってきたのか、いきなりあれなったのは。いって、結構減った今俺。大丈夫か。よし、今度あそこか。うわ、槍なんか撃ってきやがった。あいつをまずどうにかしなきゃ。オッケー、一本回復した。うわ、やべ、フランベルじゃ炎バージョン。あぶね、ちょっと外出るぞ。あっぶね、あっぶね。これなんだ、これなんだ、ショートカットか。違う、別にショートカットでもない。ちょ、まず下降りる。あぶなかった。どこに通じてんだこれは。上から降りてくるかな、忍び。アイテム拾っちゃおう。危なかった。機関の骨線今チキショー、いらねえ。どこなんだこれは。あー、外から繋がってんだ。なんてこったい。うわー、何、何の爆発なの一体。なんで爆発したの今。あ、お前らが投げたんだね。ちょっと待った、待って待って。うーわー、ちょっと小回り利かしていこう。うわ、ちょっと待って、決勝のコローがまずやばいな。お前らが、あ、いてぇ！飛び道具使うんだったら、うわ、ちょっと待って、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 タイミングが神ってるよ、あいつら。やばいね。ちょっと待って、マジで。よいしょ。あ、いって、避けらんなかった。いって、めっちゃ強い、めっちゃ強い、こいつら。あぶね。おー、あいつら無視かな。やばいな。うざ！めっちゃうぜ、こいつら。はい。いて、いて、いて、いて。やばい、死ぬ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 。ダメだ、突撃して勝てねえ。そりゃそうだ。黒体験、黒騎士の黒体験をやめよう。チキショー、ファルシオンとかで行くか、やっぱ。くっそー、単体にはいい感じで効くんだけどな。極限で行くか、やっぱここは。つうか、HP がねえ。もうどうしようもないや、これ。エストがないんだもんだって。回復することを願う？うわい、うわい、あぶねえ。やばい、あぶねえ。よいしょ、よし、オッケー。エストが回復してほしい感じもするんだけど、無理だよね。えい、やべえ、あぶねえ。ほっほっ、よし、オッケー。やっぱ極限だな、俺は。おー、またやってくんのか、あいつら。よいしょ、塊ゲット、オッケー。帰りたいな、一回。死ぬわ、これ。ソウルはでもそんな溜まってるわけでもない。オーケー。オーケーオーケー。わげ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 。ちょっと帰る。帰れるもんなら帰りたい。やべえ、死ぬ！うわぁ！あ、死んだ！危ねえ。あれなんかノーダメージで回避できるな。あぶねえ、こっち俺来た道だと思ってたら全然違かった。全部似てんだもん、道が。ちょっと待って。どうしよう、一回もう帰るしかないな、これ。違うルートなんだ、俺来てるのは、これ。そうか。ちょっと死んでもしょうがないから、一旦戻ろう。一旦戻って、もう一回ここに戻ってこよう。うん。それが一番だね。よし。未回収の回収。ハウマッチ、ハウマッチ、ハウマッチ、俺、金色だからハウマッチ、よくわからん。未回収の宝箱を回収しに来ました。やっべ、開けて大丈夫だったこれ。鎖ビビった、これ。微妙なこの隠れ方ですね。未回収の宝箱、全部で4つありますね。回収していきましょう。光る草びさき。マジかよ。オッケー。まあ嬉しいけど。オッケー。おお、すげえ、光りまくってる。宝箱の中が金色で光りまくってる。全部安全な宝箱、確認済みだぜ。オッケー。このあたり、ハーベルの鎧だったりしないかな？違うね。オッケー。おわ、なんだこれ、聖樹紋章の盾。なんだそりゃ。聖樹紋章の掘られた青い騎士盾。魔力を帯びたブルーシールドの一つで、聖樹紋章の盾は特に雷カット率が高い。へぇ、雷カットか。ちょっと、もうちょっとね、ネーブルスキングの時にちょっと欲しかったなっちゅうところは、なくもない。オッケー。それではもう一個の未探索ポイントへ行こう。見逃してたポイント、未回収のポイントを回収しに行くぜ。おら、交流が。
ハウマッチ、ハウマッチ、またハウマッチかよー。ここの宝箱、取ってなかったですね。しかもこれは危ない宝箱ということで。うわー、これじゃなかった、危ねー。こっち、あくびをしながらお前を燃やす。熱い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 。おおおお。やべやべ。ダークソウル2バージョンのミミコ。ミミコですね。オッケー。いいよ、いいよ。食べたければ食べようとしても。だが俺は食べられない。なぜならこの鎧は硬すぎて、食べるに値しないからだ。黒騎士の体験を食らっとけ。オッケー。黒騎士の体験の強攻撃。これすごいよ。オッケー。バイバイブー。なんだこれ。あ、なんだ。くさび関の鱗が。なんか、なんだとか言っちゃった。ありがとうございます。救われました。意思関係でしたね、未回収の。まあ、これですっきりしたわ。ありがとう。聖女紋章、ちょっと装備してみましょうか。今回一番の、未回収の中で一番の、いいもの。おー、これ重複の体重になってしまったんでしょうね。なんかこぼれ落ちる果実って感じがしますね。